バカン伯爵、ジョン・スチュアートバカン伯爵、ジョン・スチュアートは、スコットランドの貴族、軍人。スコットランド・スチュアート長の海ソロバート二世の4、男で、スコットランド摂政を務めたオールバニコ、ロバート・スチュアートの次男。母はその妻マリエル・キース。オールバニコ、マードック・スチュアートは、イボ・アニにあたる。1406年9月20日に、バカン伯爵を継承。 1407年3月12日にグレート・チャンバレンに就任。1416年には当時イングランドに捕らえられていたスコットランド王・ジェームズ一世解放のための交渉の使者としてイングランドに赴いている。百年戦争中の1421年に1万2000人のスコットランド軍を率いてフランスのシャルル・ナラセイの援軍としてフランスへ赴き、フランス軍司令官として 劣勢だったフランス軍を立て直し、情勢を逆転させる天気を作った。特に1421年のボージェの戦いで武名を挙げた。しかし1424年8月17日にベルヌイユの戦いで戦死した。ありがとうございます。